グスタボ、グティエレス、グスタボ、グティエレスメリーノは、ペルー出身のドミニコ会のカトリック司祭、神学者、解放の神学の提唱者の一人、ノートルダム大学で神学のジョン・オハラ・スー・キ教、教授資格を持ち、教皇調律ペルーカトリック大学の教授である、欧米の大学でも、客員教授としての経験を持つ、ペルー言語学院の会員であり、1993年には、 レジオンドヌール勲章も受賞している。また、コンキリウム氏の執筆者兼編集局員である。2003年にアストリアス皇太子賞コミュニケーション及びヒューマニズム部門を受賞。グスタボはペルーで薬学と進学を学び、心理学と哲学をルーベンで学んだ。そしてリヨンカトリック大学の死牧宗教学研究所で博士号を得た。グスタボはペルーで生まれ過ごし、 その生涯の大半をリマの貧困層の間で働いてきた。グティエレスの草分け的な仕事、解放の進学、歴史、政治、救いでは貧しい者との愛情のこもった連帯の行為として貧困に対する解放的抗議を同様に、キリスト教徒の貧困への彼の見解として表明した。グティエレスによれば、解放には3つの次元がある。 解放の進学とグティエレスは、教皇庁から度重なる詳細な調査の対象とされた。解放の進学、歴史、政治、救いが、ラッチンガー数奇教から直接審査され、多くの問題とされる考えを含むとされた。グティエレス自身は非難されなかったが、多くの他の解放の進学者は、教皇庁から非難を受けた。解放の進学の支持者とサンディニスタのような、 左翼グループとのつながりのため、オスカル・ロメロ大司教など多くの解放志向の聖職者が1980年代の中米諸国で殺された。1984年9月、ペルーの司教の特別会合がグティエレスへの非難を表明させる目的でローマに招集されたが、司教たちは避難を拒んだ。ありがとうございます。